どうも、こんにちは。と申します。毎度、おおきに。本日はですね、カーボンのコロコロバーサス、ワイドローラーのコロコロ、ローラーの幅の差でギリワイドローラーが勝つ説ってなろうかなと思います。なんかスケ変されてる。さあ、来ました。伝統のローラーのね、コロコロ対決でございますが、これね、カーボンのコロコロ、これね、結構早いでしょ。でね、ダメージがね、70しか入らないと。はい、70しか入らないと、これ1角取れないんですよ。ほんと、これワイドローラーはどうなんかと。うん。言いますと、同じなんですよ。うん、ダメージがね、70しか入んないんですよ。今日、ただ、ワイドローラー若干幅が広いよね。うん、若干幅広いから、この差で、ワイドローラーの方がちょっと強いんじゃないかなっていう。だから、ローラーの幅の差でギリワイドローラーが勝つ説になってます、今回は。ほんならちょっとね、4対4で、カーボンのね、コロコロで戦う4人、ワイドローラーのコロコロで戦う4人、これぶつかってみよう。やってみよう。さあ、カーボンのコロコロ VS ワイドローラーのコロコロ、ローラーの幅の差でギリワイドローラーが勝つ説、長いな。改めて長いよ。はい。で、まず1試合目は縄張りからなんですけど、こう移動もね、コロコロでね、やるという、ね、決まりになってますね。はい。なので、こう塗りながら、こうね、こう行くと。はい。こう移動はね、異界移動とか不可能なんで、こうだからぶつかり合い必死になるよ。ってことはやっぱワイドローラーがね、やっぱギリ勝つんちゃうかなっていうところなんですが、これギリ勝つって何なんと。ギリ勝つの定義を教えてくださいってことなんやけど、今回5試合やるんで、3勝したらもうギリ勝つよな。ギリ勝つです、それは。あー、やられてる。おおおおおお。ここやろ。挟めよ、挟めば。ほら。なんで、よし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 。オッケーオッケーオッケー。よー。今んとこどう？あ、今んとこ悪くないんじゃない？我々のチームは自陣塗りをね、しっかりこうゆっくりやってるんで、あれなんですけど、けどワイドローラーは塗りの幅でかいからすぐに塗り終えたんか。って考えるとやっぱちょっと不利やな。あ、ちなみにこうやって壁を塗ることはできます。はい、壁登って、ぬぶってで登ると塗るが一緒になってた。今めっちゃいる、いっぱいいる。全員集結してました。まずい、これまずいんで、これちょっと裏からちょっとやります。あー、そうやんな、そうやんな、うん、そうやんな、そうやんな、そうやんな、やばいな。あ、いや、ワイドローラーやっぱ強い。ワイドローラーがギリ勝つやん、これなあ。こっちまで、追いつかれないように、こう、行って、追いつかれないように行って、さあ、塗りつぶしていくと、さあ、塗りつぶしていくと、おぉ、危ない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 、ちょっと回復したい、ちょっと待って、回復したい、ちょっと待って、回復したい、めちゃ遅れられてる、めちゃ遅れられてる、はい、回復して、はい、回復していきまーす。はい、回復していきます。さあ、敵陣をこれ塗っていくことによって、これ、どんどん塗り返していってね、このピンチはね、取りたいなと、ピンチを取りたいなと思ってるんですけどね、ピンチ全然取れへんねんて。ピンチ全然取れへんねんて。やばいね、いる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 ね、めっちゃいる、めっちゃいるね、めっちゃいるね。ワイドローラーのこれ、インク消費、これ悪いんじゃんの、どうなん。よしよしよし、なんでなんでなんで。ごめん、バイバイってならんかった、今。さあ、これは敵陣塗って、これ、ピンチは取ろ、さすがに。縄張りはやっぱりね、ワイドローラーって広いやん、幅が。うん。なので、これ多分ね、1人当たり 1.2 倍、1.3 倍、これ塗れるというわけでございます。だから、ピンチがついてるんですよ、これ。そういうことでございましょうよ。おお、いるいる、これ飛ぶと。飛ぶんですか。これ塗ってもさ、ワイドローラーで全部塗り返されんねんけど、これなんなん。マジでずっとカーボンピンチついてるやんか、ずっと語れはんやん、こんなん。どうやってもこれ力比べになって、これスピードも変わらへんもん、結局。ほら、カーボンと、ほら、カーボンとスピードから、カーボンでスピードは勝っててよ、それ。まあ、だから今回ね、ワイドローラーのが勝つ説なんやけど、全部塗られてるやん、もう。全部塗り返されとる。どういうこっちゃね、ほんま。さあ、縄張りはね、やっぱさすがワイドローラーでしたね、これがね。やっぱこれがちょっとエリアとかヤグラとかになってきたのが分からへんかもしれんから。うん。さあ、次はガチエリアになるんですが、これもね、やっぱ塗りなんで、ワイドローラーだいぶ有利ちゃいます？どうなんやろうな。で、今回ね、武器入れ替えてますんで、相手チームがカーボンで、うちのチームがね、ワイドローラーなんですけど、これね、ちょっと試し打ち上で思いました。これね、カーボンのね、塗り幅とこれ比較したらね、2倍ぐらい塗れるよ、これ。マジで。2倍ぐらい塗れます。だから、縄張りはこれ圧倒的不利やったね、やっぱね。圧倒的不利でした。はい。ということで、あ、そこそこやってるやってる。ノーボレングなった。さあ、追っかけてって、追っかけてって、追っかけてって、さあ、追っかけてって、追っかけてって、さあ、追っかけて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 、倒す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 、いけ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 、よっしゃ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 、いけ、いけ、ほう、追っかけろ、追っかけろ、コロコロで追っかけろ、コロコロで追っかけろ、追っかけろ、
オーケー、4時台、みんな4時台のアカウント進めよ。え、ワイドローラー強ない？じゃあ、あれ、うちのチーム、あ、一応キルされてるよ。キルされてる、キルされてる。さあ、こう行くよ。一緒に。一緒に行ったら、こう一緒に行ったら、こう逃げき加わるんで。一緒に行った、一緒に行った。一緒に行った。あ、綺麗に塗りつぶせる。綺麗に塗りつぶせる。うん。漏れなくいけるね、やっぱ。カーボンの後ろ追っていったら、ほぼ2倍の塗りがあるんで。いいよ。いいねー、無傷やねー。あ、これ、オッケーオッケー、うちでオッケー。いいよ。さあ、ねえ、話にならへんやないか。どういうこっちゃねん、これ。圧倒的に、この、圧倒的に塗りの差があります。もう、言い方がすごいやろ。圧倒的にあります、これは。さあ、次はガチヤグラでございますが、これね、ヤグラ上の工場が非常に大事になってくるというところでございますが、これね、カーボンとワイドローラーはね、その幅の差はあれど、ヤグラ上やったらほぼ一緒や。もう、変わりないやん。うん。ちゅうことは、カーボンね、意外とやれるんちゃいます？今回に関しては。乗って、すぐ乗って、はい、すぐ乗って、はい、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 はい。いた！しばかれた、しばかれた。あれや、セナルティーや。久しぶりだ。セルフペナルティー、セナルティー。いいや、さあ、カーボンいいよ、カーボンいいよ、カーボンいいよ、さあ、さあ、さあ、要塞。いいぞ、いいぞ、いいぞ。あ、痛い。さあ、さあ、行け。さあ、止め。ちょっと振っといて。弾き出せ。なんで？あ、わかった。ワイドローラーってさ、その、端がさ、結構横にこう広いというか、あれや、あれです。ちょっとこれ、登んのむずい。これどうすんの？いたうせやろ。あかん、カウントされる。なんか今、芝居で切るんじゃなかった？武力行使じゃなかった今。違う？もう、オッケー。ヤンモサイクロン。ヤンモサイクロンで行こう。ヤンモサイクロン。ヤンモ、無理やん。なあ。無理やんか、それ。もう、なんやねん。やめ。ペチって言うたで、今。音鳴ってなかった？はい。ああ、リードされてる。けどこれちょっと上からいけんじゃん、これ。悪くない、位置。え、ヤンモサイクルの使い手いんかった今。ヤンモサイクルの使い手いませんでした？え、なんでなん、これカーボンなんで負けんのこれ。別にその、トントンでいいやん、別に これに関しては。なんでワイドローラーすごないで、やっぱその端っこが、その、何？プレイヤーとこの離れた位置に端っこがあることによって、こう射程があんのよな。わかる？射程があんねん、ワイドローラーに関しては。だから、ちょっとね、ワイドローラーの方がキル性能もなんとか高いと。なるほど。さあ、次は矛や。これね、ちょっと特別ルールでございらして、これね、矛のバリアに関しては、コロコロで割れないんで、それだけね、馬車をして OK と。矛のバリアに対してだけは馬車して OK という感じでございます。はい。で、なおかつですね、これ、矛所禁止なのよ。矛所禁止。なので、まあ、矛持ったらね、もう攻撃できない。だから、味方のね、この、導きにこう、あれして、やばー。あ、なるほど、わかった。矛だけ、カーボンの、要は、その、矛割りの火力があるから、なるほど、初めてカーボンが勝てる、ルール来たんじゃん、これ。いった。大丈夫？あ、けど、やれるんじゃん。あ、矛所、矛所使ってるよ、それ。あ、ナイス！いいぞ！悪くない。ナイス！いや！俺が矛持つわ、じゃあ。オッケー。導いてくれ、俺を。おぉ、ナイス、ナイス。やばい！あー、ごめんなさい！あ、2体。あー、無理かー。いや、勝負してんな、これ。勝負してんちゃう？あー、なんか普通に1回としてた。ごめん。普通に1回としてた、ごめん。これ通り過ぎたと思いきや、こう上から来ますんで。はい。気をつけてください。止めれる。おっしゃおっしゃ、ナイス。いいよ。いいね。え、なんでな？やっぱ射程あんのかな？ぶつかり合った時にワイドローラーが絶対勝つねんけど。なんで？さ、いいやん、さ、お味噌が、お導いてくれまして。はい、オッケー。いいよ。こう。オッケー！なんか勝った。オッケー。よし。
け導け導け導け俺を導け俺を導け敵に吸い寄せられていく。いけ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 もうカーボン勝たれへんのかい。カーボン勝つ流れちゃうんかい。ほんま。あ、なんかいなんかいなんか誰か改善落ちた。もう嫌やってなって。あーもう嫌やってなってもう落ちたんじゃ今。さあラストガチアサリア。さあカーボンここで勝てるのか。我々のチームカーボンだとこれちょっと頑張ろう。うん。まあね、これアサリ集める性能差に関しては多分コロコロのスピードほんの変わらんから結構一緒なんよ。一緒なんよ。うん。じゃあどこで勝つの？うん。じゃあどこで勝つの？もう頭で勝つしかないのこんな。うん。立ち回りで差を見せつけるしかないの。はい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 。やっぱ、追い詰められました。えぐい。なあ、普通にケル取ってくる。強いて。なあ。あかんあかんあかん、強い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 。全然全然どうだ、なんでやねん、なんで勝てへんねん今の、おかしいやろがい。あ、意外と、おっと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 、悪くないんじゃない。あ、ごめんごめん、ちょっと待ってたけど、ちょっとこれアサリを回収する、だから切るじゃあかんねん、もうアサリを切れさせる。うん、やばい来てる、やばい、おもしろいおもしろい、加速した今、やっば、えぐいえぐー、挟まれたんやけど。入ってる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 、いいよ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 、うちのガチアサリ戦艦行ってる、なんかカウンターサル取ってる人いるけど、カウンターサル取ってる人いる。ああもろた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 、なんかしんけどもろた、なんかしんけどもろたで、はいもろたで、あ行っちゃいますよ行っちゃいますよ行っちゃいますよ、あ行っちゃいますよ、はい、かかりまーす。あー死にました。ワイパートしました。はかない夢やったな今の。待ってや、待って待って待って、ちょっと待って、ちょっとタンマちょっとタンマ、タッチアンペバリア、タッチアンペバリア、はい、これ後ろから行け、よっしゃー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 、オッケー、来てる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 、生き残りいた生き残りいた、けどこれ止まるんちゃう、さすがに。うん、3キルしてるからアサリ集めれへんくて多分止まると思うわ。オッケー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 、いいでしょいいでしょ、やばい、もうほら射程やんの今見た、なんか今角で当てれんのよ、やっぱワイドローラーでキルゼロすごいわ。これはあかん。ああ、終わった終わった終わった。終わった終わった終わった。いいや、まだや。いいや、まだ。いいや、まだ。嘘。いや、どこがギリワイドローラーが勝つ説やで。全部勝っとるやないか。